こんにちは、蛇の抜け殻の三つ五郎です。今回は味噌菌濃厚味噌、白味噌とニンニクの旨味広がる病みつきな醤油を紹介してます。それでは行こう。じゃあ開けていきます。このまず味噌菌特製の香味油、いいですね。剥がしていきます。メンマ結構入ってますね。匂いめっちゃいいですね。最高です。それではお湯入れていきましょう。さあ5分でバッて出来上がりました。おお、美味しそうですね。まあでもこれは正直にレビューするんで、ヒカキン正直にレビューしてやるよ。入れていきます。おお、いかにも辛そうな色してますね。それでは混ぜます。いい匂いが漂ってきますね。もやしもシャキシャキみたいな感じですね。メンマも。それではいただきます。うん、うまい。お汁いただきます。わあ、うまいです。お出汁まさに濃厚です。そして白味噌の甘みが口全体に広がってきます。そしてニンニク、これもパンチが効いていいです。そしてヒカキン、ありがとう。この味噌汁を、味噌ラーメン。でも麺に関してはあれですね、普通のカップヌードルと同じ味がして、いまいちって感じ。まあでも、まあ出汁が美味しいからゼロです。値段300円、これで300円は、まあちょっと高いんじゃないかな。んで、あとこれ5分待ちっていうね、ちょっと結構長めなんで、お昼休憩のサラリーマンとかちょっと無理なんじゃないですか、食べるの。ちょっと難しいですねこれ。まあもし肉があったら、まあ、買うかな。もう肉があったら300円でも買います。カップヌードルみたいな肉があれば買います。じゃあもう一口いただきます。やっぱお出汁が効いてますね。では野菜食べていきます。うん、麺もシャキシャキね。もやしも甘くてシャキシャキ。もやし入ってるラーメンとかあんまりないんですよね。でも今思ったけど、やっぱ二郎系のラーメンとかはよく入ってるんですけど、でもこれヒカキンじゃなかったら俺買ってません。ヒカキンっていうブランドそのものが価値あるんで、これ実際皆さん食べてみてください。もう売り切れな可能性もあります。頑張って粘って探しましょう。僕もカップ飯探したんですけど、カップ飯見つかりませんでした。だけどカップ飯ではなく、これを食べ終わった後の汁に、まあ、ご飯なり入れて味噌菌カップ飯にしていきます。今回の総評価としましては、これは星4とさせていただきます。やっぱ麺とね、と価格、まあ、そして具材がちょっとね物足りない感じがあって、そこら辺でマイナス1してもらってます。まあでも出汁の評価、これが星4ですよ。リピートするかしないかというと、多分しますしますけど、もうちょい改良加えてほしい。ヒカキンさんお願いします。そして日清さん、もう一回作ってください。はいね、味噌菌食べ終わりました。ヒカキンさんの作ったラーメンということで、感想といたしましては、麺、日清、カップラーメン、カップヌードルです。出汁に関してはしっかり濃厚で、白味噌で、白味噌の甘みが効いて美味しかったです。そしてこの香味油を入れることによって、さらに味噌の味が引き立たれてとても良かったです。これ、この余った汁で、まあ、ご飯作りたいんだなと思ったんですけど、ちょっと僕ね、お腹ちっちゃいんで食べれなかったっす。すいません。まあ今度飯も探していくくるんで、ボリューム的には結構あります。 100g あります。 108g ですね。麺で 80g と結構多いんですね、いつものカップラーメンよりは。まあなので、これ小腹満たす程度にちょうどいいと思います。まあお昼ご飯でもいいと思いますよ。これ味噌菌のこのカップラーメン、皆さんぜひ食べてください。一度食べてください。麺は普通かもしれない、でも出汁は本物です。メンマも本物です。もやしも本物です。まあまあ具材はちょっと物足りんくらいで、でもそれ以外はもう完パーフェクトよ。麺と具材以外は、だし、この出汁は完璧な、オールパーフェクト、まるでジャストルッキングのような出汁ですね。ぜひ皆さんも味噌菌探して買ってみてください。それでは Today's 味噌菌ポイント、ドゥルルルルル900イエーイ。はい、というわけで今回このような形になってしまいましたけど、味噌菌レビューを終わらせていただきたいと思います。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは皆さん、味噌菌のカップ飯が出るまでまた会おう。